はい、ありがとうございました。はい、紫波駅は岡山県津山市にある JR 西日本因美線の駅です。同じ漢字の駅では地駅がありますが、その駅は秘境駅ではありません。昼下がりの紫波駅は、落ち着いた雰囲気の無人駅です。伐採された木々でしょうか。この場合、雑木林とは言いません。前方の線路が急勾配に見えます。ジェットコースターみたいです。日差しと自然がマッチした心地よい光景です。奥には工場のような建物があります。Google マップで調べてみると、詳細データがありませんでしたが、駅近辺検索で調べたら、坂本工業加茂工場という建設会社でした。木々のモコモコ感がより一層、自然を感じさせてくれます。橋が見えます。林の奥はどこかに抜けられそうです。駅向かいの線路は一直線の線路になってます。電車の発着映像撮影にはもってこいの線路です。踏切があるので、電車が来る時のお知らせに役立ちます。一面一線で駅舎があるのですが、ホームにも待合室がありました。後に駅舎映像を送りますが、この待合室が後に作られたみたいです。ホームに待合室があると、雨風の強い日は、すぐに乗り込めます。
とりあえず、トタン屋根の駅舎は、探せば見つかります。木造ベンチがなかなか渋いです。この手の椅子は、よく見かけます。この木造改札は、なかなかありません。それに加えて、切符売り場が、古めかしい年代物の風貌です。京駅らしい時刻表です。停車が少ないです。駅舎内部も時代を感じます。昔の学校のように見えます。当時は、そのような木造建築なので、当たり前かもしれません。こちらは駐輪場です。使用頻度は、見ての通りです。男子商用トイレです。個室トイレです。兼女子用トイレです。ということは、男性が用足し最中に、女性が後ろを通ったり、手を洗ってたりすることがあるようです。駅のちょい脇に敷地があるので、行ってみます。桜の木だと思いますが、花見ができるくらいでしょうか。駅舎の内部に行けるような出入り口があります。当然ながら鍵がかかってます。車が1台通れるくらいの通路があります。夏場はこの手の通路はちょっと苦手です。この先は、向かいの大通りに、つながっています。
後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。